死にそう。この2000XX 年、ゲーム業界はマジコンヌの脅威にさらされた。ショップは枯れ、クリエイターは飢え、あらゆる業界人が絶滅したかに見えた。だが女神たちは滅んではいなかった。かつては無法世界とは隔絶されたゲーム業界であったが、犯罪組織マジコンヌの登場以降、人々のモラルは低下の一途をたどり、ざっくりと見た感じ、小学生の8割はマジコンヌを崇め、むしろ親がマジコンヌを邪教と知りつつ子供に推奨し、取り締まるべき政府もなぜかスルーしまくりで、とにかくゲーム業界はもうめちゃくちゃで、もはやそこら辺の民度の低い無法世界と同じレベルにまで落ちぶれ果てたのである。そして力尽きた者は次々に業界墓場へと送られ、永遠に暗闇をさまようのである。この IF ちゃんとコンパちゃんのように、ここは業界墓場。業界墓場はゲーム業界で死んだ者が来る場所です。彼女たちもかつてゲーム業界の住人だったんですよ。そうなんですか？まったく。だからおとなしく待ってろってあれだけ言ったのに。嫌です！待ってるだけなんて。私だってネプネプトキアちゃん、それに女神さんたちを助けたいんです。この私にこんなに心配かけて。大丈夫です、きっと彼女たちは無事ですよ。たとえ大きな傷を負っていたとしても、お二人に渡したシェアクリスタルがあれば。信仰の力を結晶化したシェアクリスタルか。そうよね。よし、コンパ。さっさとあいつらを見つけ出して、引きずってでも連れて帰るわよ。はいです！はぁ。だいぶ歩いたわね。はい。皆さん、一体どこにいるんでしょう。
何よ、急に大きな声出して。声が、誰かの声が聞こえたです。声？どこ？どこから聞こえたの？あっちの方から。あっちね、行ってみましょう。あ、待ってください、置いてかないでほしいです。いた、ネプコ。相手、コンパ。キアちゃんも、女神さんたちもいるです。ひどいです、誰がこんなことを。ネプコ、しっかりしなさいよ、ネプコってば。ダメ、気を失ってる。なんなのよ、この触手みたいなのは。力ずくでは無理です。コンパさん、シェアクリスタルを使ってください。は、はい。確か、カバンの一番下に大事にしまって。そうはさせるか。あ、誰、邪魔をしないで。本当にこんなところまで来る水鏡がいたとはな。3年間もこんなところでじーっと待たされたんだ。たっぷりと相手をしてもらうぜ。よくわかんないけど、やる気満々みたいね。コンパ、こいつは私が引きつける。その間にみんなを。は、はいです。お願いです、これで目を覚ましてください。ギアちゃん、目を覚ましたですか？コンパさん、私、確か。よかったです。よし、このまま女神さんたちも。弱すぎる。もっと、もっと楽しませろ。アイアフさん、ネプギア。あ、起きて早々無様なとこ見せちゃったわね。でも気をつけて、あいつの強さ半端じゃないわ。私も協力するです。女神さんたちが目覚めるまで時間を稼がないと。私も一緒に戦います。私に勝てるのかな。
決めてみせます。この程度、本当にこの程度なのか。全然聞いてない。コンパ、ネプコたちはまだなの？全然起きる気配がないです。もしかしてシェアクリスタルの力が足りなかったのでしょうか。そんな、それじゃあどうしようもないじゃない。このままじゃ私また負けちゃうの。やだよ、そんな。もういい、弱い奴の相手などつまらぬ。まとめて吹き飛べ。ダメ、止められない、今の私じゃ。そうだ、あのクリスタルの力を使えば。お願い、間に合って。目が聞いてる？やるじゃないね、プギア。間に合ったの。キアちゃん、しっかりするです。どうしたのよ、こんなところで気絶なんてしたら。許さんぞ、お前ら。目が戻ったら全員ぶっ殺す。お二人とも、ここはひとまず退いてください。今の私たちではどうすることもできません。わかりました。コンパ、急いでネプギアを運ぶわよ。どうやら巻いたみたいね。キアちゃん、意外と重たいです。結局助けられたのはこの子だけだったわね。おまけに割れちゃったですね、シェアクリスタル。ギアちゃんが力を使った時に。これじゃあもう女神さんたちを助けられないです。はあ、落ち込まないでください。ネプギアさんを助けられただけでも十分な成果ですよ。イストワール様、私たちはこれからどうすれば。一度プラネテューヌに戻ってきてください。ネプギアさんには休息が必要でしょうし、それに3年前に何が起きたかも伺わなくてはいけません。ネプギア、やっと起きたのね。よかったです。何日も寝てるから本当に心配したですよ。もうお体はよろしいのですか。はい、もう大丈夫です。私、ごめんなさい。申し訳ありませんでした。すべての責任は私にあります。皆さんを無謀な戦いに行かせてしまった。は悪くないです。私の力が足りなかったから。聞かせていただけますか。3年前、業界墓場で一体何が起きたのか。はい。嘘、女神たちがたった一人相手に負けたっていうの。信じられないです。
あんなに強い女神さんたちが。それで、その、あれからゲーム業界はどうなっちゃったんですか？私たちが負けてから3年も経っちゃってるんですよね。事態は深刻です。犯罪組織マジェコンヌの脅威は世界中に広まり、その名を知らない人は一人もいません。コピーツール、マジェコンヌ普及率も8割以上。今じゃ子供でも当たり前のように使っているわ。皆さんが犯罪組織を信仰する分、女神さんへの信仰はどんどん少なくなっちゃってるです。あの小さなシェアクリスタルを作るのにもすごく時間がかかってしまったですし。まあ、信仰すべき女神が捕まってるんじゃ仕方ないっちゃ仕方ないけどね。そしてマジェコンヌの目的はおそらく犯罪心の復活。このままの状況が続けばそれも時間の問題かと思われます。もうどうしようもないんですか？いいえ、私たちにはまだネプギアさんをはじめとした女神たちの妹、女神候補生が残されています。私ですか？私以外にも女神の妹が？そうです。女神の代わりにシェアを集められるのは女神候補生だけ。人々のシェアを少しずつ取り返していけば、犯罪組織もそれに属する人たちも弱体化していくはずです。お姉ちゃんの代わりにシェアをできるの？私に。お姉ちゃんのことは助けたい。世界だって元に戻したい。でもあんな強い敵に私なんかじゃ全然かなわない。そんな悠長な作戦で大丈夫なんですか？こっちがシェアを取り戻すより向こうがシェアを広める方が早かったら意味ない。そうです。みんなから信仰されてた女神さんでも負けちゃったですし。そしてもう一つ、各国にいるゲームキャラの協力を仰ぎ、その力を借りるのです。ゲームキャラ？イニシエの女神様たちが生み出した世界の秩序と循環を司る存在です。彼女たちは各国の土地に宿り、その土地に繁栄をもたらし続けています。そして有事の際にはその時代の女神を助け、悪を滅ぼすだけの力。そんな方たちがいたんです。ですが正確の所在は私の方でもつかめていません。今もプラネテューヌのゲームキャラの行方を追っているのですけど、皆さんには情報が入り次第お伝えしますので、その間にプラネテューヌのシェアの回復をお願いできますか？ネプギアさんのリハビリにもなるでしょうし。そうね、3年も捕まりっぱなしだったんだし、少しは体動かさないとね。ちょっと聞いてるの？ネプギア。はい。ではよろしくお願いしますね。これは？エヌギアです。便利な機能が。
スの情報部で働いてるんですよね。まだお仕事は続けてるんですか？当たり前でしょ。と言っても今は半休止状態だけどね。あ、すみません。違うわよ。それに私が多少休んだところで影響はないわ。そういえば前から気になってたんですけど、情報部ってどんなお仕事をするところなんですか？それはまあ一般的な情報活動全般よ。よその国の極秘情報を盗んできたり、わざと嘘の情報を流して混乱させたりとか。結構悪いお仕事なんですね。ああ、誤解しないで。最近はずっと犯罪組織しか相手にしてないんだから。特にここ3年は各地を回って犯罪組織の情報をひたすら集めて、おかげでゲーム業界がどれだけ悲惨な状況か誰よりも詳しくなっちゃったけどね。だからいちいち気にしないの。私だって状況を知るのが精一杯で何にもできなかったし。でもこれからは違うでしょ。あんたと私たちとでこのゲーム業界を救うんだから。そうですよね。今度こそ私たちが。その息よ。はりなさい。いたずらに命を散らすこともないでしょ。そこね、そこね、次でいきます。そこ、よし、こいつにとどめを刺せばクエスト達成ね。ね。逃げちゃいました。待って、手間かけさせてくれたわね。でもようやく追い詰め。ん？ぬら、ぬぬ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 ぬ、はぁ、スライムさんたちがいっぱい集まってきたです。ぬら、ぬーらー、合体した。でかい。さすがにこいつは骨が折れそうね。そうだネプギア、あんた変身してやっつけちゃいなさいよ。変身？女神かよ、女神か。戻ってきてから一度もしてないでしょ。ほら、これもリハビリよ。愛ちゃん、絶対自分が楽したいだけです。戦う、女神化して戦う。え、ちょっと
どうしたのよ。ダメ、できない、怖い。ハイちゃん、キアちゃんをいじめたらダメですよ。そんなつもりじゃ。まあ仕方ないわね。それならそれで他にもやりようはあるんだから。私だって戦おうです。私に任せなさい。もらった。一戦本気でいきます。そこそこ、患者さんはどこですか。痛いですよ。お注射の時間です。これくらい余裕よ。なんとかなったわね。にしてもネプギア、あんたどうしちゃったのよ。ごめんなさい、私まだその。まあいいわ、クエストは達成できたし、町に戻って報告しましょう。